今回はその真夜中の撮影という結構大胆な企画ですよねこの SK-2 から最初にこの企画を持ちかけられた時は皆さんはいかがですかはい、私も最初お話しいただいた時ちょっと大丈夫かなと不安な気持ちもあったんですけどやっぱりそういう時間に撮影とかそういう状況での撮影がなかなかないので本当にチャレンジではあったんですがピテラを使いながら少しずつお肌にも 自信を持つここととががででききて楽ししく撮影することができました本当にあの皆さん勇気があるというか、まあ、おっしゃっていましたけれどもちょっと怖いなとか不安がなという気持ちがありつつも本当にこういうチャレンジングな企画に参加してくださって大変光栄に思っておりますではその時の撮影のちょっと体験談をもう少し詳しくお聞きしたいんですが皆さんからお願いできますかはい 私は長い1日のリハーサルを終えた後にバックステージでの撮影だったんですがやっぱり一日中リハーサルしてるとどっと疲れがたまる時間ですしやっぱり疲れが肌にも出ちゃうんじゃないかなと思ったんですけどあの仕上がりを見てあもっと自信につながりましたやるあの撮影された時はちょっと緊張されましたかそうですねやっぱりリハーサルを終えての撮影。 初めてなのでで <laughs> そうですよね一、ね、日リハーサルして本当にどっと疲れが出てる時にもしかしたら肌にも出ちゃうかもしれないとも思ったんですけどやっぱりピテラでピテライセンスで毎日スキンケアを一生懸命してその状態で挑んだのでいい撮影ができたんじゃないかなと思います。 日々の積み重ねね。て大事です、ね、あアンバサダーになる前となった後では SK−II のイメージって変わりましたか皆さんあのやっぱり SK−II ってすごく有名なブランドで小さい時から本当に名前もたくさん聞きましたしあのスキンケアブランドとしてすごくあの有名なブランドであの私もすごく。 あの使ってみたいなってずっと思ってたんですけど今回こうやってお話をいただいて実際に使ってみて本当にたくさんの方がピテ・ライセンスを使いこのロングランの意味をすごく感じれた経験だったなと思います。下手手のの方方かかららららああちちスタッフが手を挙げている方ですねあちらから